隊長。アルカ、何の用だ？前みたいに私に稽古をつけてくれませんか？私が？もっとふさわしい相手がいるんじゃないか？お前は私を超えた。お前を導く資格など。隊長、聞いたか？何の話？森の村に大量の邪妖が侵攻している。だって早く向かわないと村が滅ぶ。あ、隊長、行きましょう。しょげてる場合じゃないですよ。ああ。楽しもうではないか。つまらん。やーせやって。やーせやって。やーせや。我が刃となれ。やいいぞアル。やっ、誰も逃がさん。アル、よくやった。道を開けろ。ある。面白い。吸い取れ。はっ、はっ、はっ、やーせやっ。
ある。面白い。しもうではないか。いいね。よくやった。
面白い。捧げる祭壇ってこれだよな。あよし、見つけたぞ。そのかけらには希望の記憶が宿っているわ。愛する人と共に歩む未来をと星に願った記憶がな。へえ、なんだからマジックだな。それはどうかしらね。なんだよ、気になる言い方するな。これでかけらは全部揃ったな。ユーラルムのクリストフォロスのところへ行こう。状況報告。強くなったぞ。どこまで成長できるか楽しみだ。
うん。どけ、はっ、はっ、てっ、だーい、こっちを、開けろ、せーの、だー、やー、せーや、はっ、よっ、ふっ、てっ、だー、やー、せーや、せーや、いいぞ。クリストフォロス、
全部揃ったぞ。では一度全て預かろう。ああ、ねえ、あなたは気がついた？え、何に？お前が集めたかけらの記憶、怒りも悲しみも希望も絶望も、そして決意も、全て同じようなの記憶だということ。随分近いな。まさか。あ、どこ行くんだ？教会の方から聞こえてきてんか。あいつもそこに。あれが目標。あの邪妖は数年後町から出て多くの人を殺すらしい。え、どういうこと？ロエルジリス様は未来を見通す。危険な邪妖が危険になる前に排除する。え？
よくわかんないけど、すっごく悪い邪妖ってことだよな。行くぞ、ベレシカ。アリューシェン。さない。アリューシェン。さあ、やー。いいか。解除完了。はあ、相変わらずベルーシカの戦闘はすごいな。真似できる気がしないよ。自分の体を守ろうとするから俺のように動けない。そりゃ誰だって自分の体を守るでしょ。効率が悪い。そう言われても本能的に守っちゃうのは仕方がないし、安全性を考えろって。ベルーシカも死にたくないだろ。死んでも構わない。俺の代わりはいくらでもいる。ルド教団がそんなことを言ったのか。違う、俺を作った人。誰だよそいつ。見つけたらぶっ飛ばしてやる。どうせもうすぐ尽きる命だ。使うなら効率よく使わないと。そういうこと言うなよ。命を効率よくだなんて。やはりこの気配は。あの方が来る。
かしい。僕は逃げるよ。お前も早く逃げた方がいい。クリストファロス、誰だよあの方って。貴様、私の血も流れているな。何者だ。私は教皇庁のエージェント、アルーシだ。お前こそ何者だ。私は誰だ。教皇庁エージェント、わからない。だが私の血は返してもらう。切り裂く！はって！ああ！はって！終わりだ。え？結果報告。力を磨いた。足手まといにはならない。